寺院の意地悪宮崎恵子あのね戸田本当は戸田と仲良くなりたいよダメかな目の前で推しが自分のせいでしょんぼりとしている変なこと言ってごめん今にも泣き出しそうな律の顔 推しが自分なんかに拒否されて悲しむのをもう見たくない俺は田村のことが好きだよえっでも俺はお前のことが好きすぎて少し変だえっ多分お前を傷つけるし怖がらせるしそういうのは嫌なんだ深くため息をついて立ち上がると 綾瀬は伝票を掴んで個室を出た。待って。リのか細い声が空間に溶けて消えた。ジャケットを羽織りながら居酒屋を出る。永遠に伝えることはないと思っていた気持ちを律に告げたことに後悔はない。帰るか。アスファルトを踏みしめて数歩歩いたところで、背後から駆けてくる足音に気づくのと同時に、背中に柔らかい体温がしがみついた。 離れろよ嫌だ背後でしがみついているリツが鼻をすすった好きなんだから仕方ないじゃん俺はっていうかもう私決めたもん決めたって何をトーターが折れてくれるまでつきまとう毎日営業部のオフィスに行く<う>帰りは待ち伏せするし毎日好きっていうもういい分かったよ全部拍手をする <laughs> こうなったらもうやけだ綾瀬は開き直りリツと向き合った俺はお前を押してる押して